今回の動画は京阪22本線京都側運転まとめ動画と解説でございます。秋の臨時ダイヤで運転、特急臨時特急、急行臨時急行、準急普通各種運転、1982年バージョンになっています。今回の運用は11編成が活躍、宇治専用の京阪2000系の試運転も実施いたしました。運用の詳細は以下の通りです。こちらのですねダイヤなんですけども、当時の1982年バージョンで運転しているのですが、当時の実物のダイヤとは異なります。例えばですね、準急は淀屋橋枚方市で、普通の半数が淀屋橋三条行きが実物のダイヤとなっていました。しかしこちらのですね京阪車両区のですね運転ダイヤの方は、準急が淀屋橋三条間で運転し、その代わりですね普通が淀屋橋茅島間で運転と、茅島から三条間は準急が普通の代わりとなっています。この後ですね動画の方をですね公開してまいりますので、どうぞご覧になってください。ではどうぞ。
最後までご視聴ありがとうございました。応援のいいねボタンもよろしく。チャンネル登録まだな方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。